営業本部を置いている秋府中店順天堂は、島根県増田市に本社を置く、株式会社順天堂が運営する日本のホームセンター、東証二部上場、中国地方と近畿地方を展開している。地域密着型の店舗作りを得意としており、1店舗あたりの面積は900から2000平方メートルと、小さめで近年の5000平方メートル級の、 大型ホームセンターとは一線を画しているが、前峰山ヤマ店、茶屋町店、西舞鶴モール店のような大型店舗も存在する。また、書店も経営している。過去には、素業であるドラッグストア事業や、島根県松江市、出雲市と鳥取県与那子市、西白群放棄町で、カー用品店のイエローハットのフランチャイズチェーン店の運営を行っていた。順天堂大学や、 かつて津村順天堂と名乗っていた津村バスクリンとは無関係である。1877年10月17日、山口県沢郡沢村第403番屋敷にて渡辺文氏生誕する。14歳の時、父の死去により中学2年で中退し、豊富の柏木役店に勤務する。1894年10月、豊富の生雲滝次郎の援助により、 島根県岩見国民の郡増田町折戸にて、順天堂薬店を開店する。順天堂薬店の近所に、第53国立銀行増田支店長の飯塚、正氏くが住んでいた。正居はかねてから、文子の誠実な生活態度に惚れ込んだ。文子は、正居の一人娘の両と結婚し、飯塚文子となる。1907年4月、日本薬局法等の施行に伴い、 薬業は近代化されつつあった。文子は医師の処方箋により調剤のできる薬局を目指し、いとこの足立茂春を大阪薬学専門学校へ進学させた。茂春が卒業するまで、島根県薬剤師会幹事、薬剤師、虎谷厚根太郎を雇用し、店舗改装し、飯塚順天堂が誕生する。何でもある薬屋と命名し、明治のドラッグストア、 順天堂と呼ぶにふさわしい店舗で日常品から食料品まで全てを揃えた店舗であった。薬の制約及び販売において、富山の薬売りが独占していた市場を次第に掌握するようになる。順天堂の名は遠く松江、山口まで知られ渡るようになる。その後息子の孝一が東京薬学専門学校を卒業し薬剤師となり、家業を継ぐ。1941年、 島根県でも島根県医薬品統制組合が発足し、初代理事長に松井義三郎が就任した。また、県内7地区に医薬品小売統制組合が結成され、美濃地区の理事長には孝一が選任された。1943年5月、島根県医薬品統制組合は、島根県医薬品統制株式会社に発展し、加藤城太郎が社長に就任した。 1943年6月には、戦時統制令によって、島根県売薬生産統制株式会社が設立され、県価格薬局の自家製財券はすべてこの会社に譲渡することとなった。高一も父、分子時代からの製薬券を譲渡した。戦後、1948年6月1日に、増田駅前の角地に、有限会社飯塚順天堂駅前薬局を、 資本金25万円で設立。高一が病床につくようになり長男、道正が東京薬学専門学校を卒業し、慶応義塾大学病院薬剤部に勤務していたが、退職し、1953年2月1日、資本金100万円に増資し、有限会社飯塚順天堂薬局に、称号変更。道正は、日本薬局協、 ストーム会主催の全国大会にて経営コンサルティングの松下のアメリカのドラッグストアについての講義を聞いて、すぐさまアメリカのドラッグハウスの資料を取り寄せ、日本式ドラッグストアの薬局荒物雑貨を目指すこととなる。これが今日のホームセンタードラッグストアの原点となる。しかし薬品関係のディスカウントにはブレーキがかかる。薬品メーカーへの代理店契約の破棄を 通告したところ、クレームがついた。さらに、薬品の値引き販売を察知した薬品組合からも激しい圧力がかかってきた。結果、ホームセンターとしての店舗展開をしていくこととなる。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。